テイクファイブ俺たちは愛を盗めるカーは2013年4月19日から6月21日まで毎週金曜日22時22時54分に TBS 系の金曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマ主演は唐沢敏明唐沢の TBS 系連続ドラマでの主演は輝け林太郎以来18年ぶり 松幸安子の TBS 系連続ドラマへの出演は、砂の器以来9年ぶりとなる。撮影は2013年1月16日にクランクインし、同年4月28日にクランクアップしている。第1話は25分拡大の22時23時19分放送。TBS オンデマンドでは、毎週放送終了後の日曜日23時から見逃し配信される。 系列局のない秋田県では2013年6月10日の7月3日に秋田放送で月曜日、水曜15時55分から16時50分に放送された。なお、この時間帯での金曜ドラマの遅れ放送は、前作の夜行観覧車に次いで2度目になる。テイク5は、悪い奴らから大金を奪う義族の集団である。20年前まで、 テイクファイブの一員として、父と行動を共にしていた、ホムラ正義は、ある出来事をきっかけにテイクファイブを引退し、その後大学教授となった。ある日、ホムラは、ホームレスの女に、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画、ルクレツヤの肖像の写真を渡される。ルクレツヤの肖像に隠された秘密を暴くために、テイクファイブとして、新しいメンバーがホムラのもとに集まる。 人物の名は公式サイト相関図及び放送。見逃し配信で確認できるものに基づく。旧メンバー関係者ホムラがオーナーを務めるジャズバー。テイクファイブの秘密基地でもある。第1話、俺たちは愛を盗めるか。悪から盗む正義の泥棒 vs 女刑事の、運命禁断の恋。第2話、愛の値段5人目は誰逮捕第3話、刑事を助ける泥棒。 警察に潜入第4話、5人で奇跡を盗め。姉妹の間以後は、裏切り者は誰だライバル出現、第6話、仲間を救えるのか。友情編完結第7話、ダヴィンチを奪い合いのある嘘第8話、宝塚スターから盗め男と、女戦い第9話、最終章、全裏切り最後の晩餐 TBS が主催する、美術展。 レオナルド・ダ・ヴィンチ・展展祭の肖像とのタイアップで会場内で貸し出される音声ガイドのナビゲーターを唐沢俊明と松坂通りが担当している。また、この展覧会の特別番組、レオナルド・ダ・ヴィンチ・展特別番組展ンの肖像、テイク・ァイブが挑むダ・ヴィンチの謎が同年5月3日、5月25日に放送された。最終話のラストカットに登場人物たちが実際に この展覧会場を訪れるシーンがストーリーに盛り込まれた。2015年5月に赤坂アクトシアターと梅田芸術劇場で舞台テイク5が上演された。舞台版はホムラ正義、岩月械の子孫を軸に2065年の未来に時代設定を移したオリジナル脚本となる。2016年5月に赤坂アクトシアターで続編となる舞台。 テイク5-2が上演され、初演と同じく藤ヶ谷が主演を務める。主なキャストスタッフ主なキャスト。ありがとうございます。